神戸市立三影中学校は、兵庫県神戸市東灘区三影中町5丁目にある、公立中学校。2017年で創立70周年を迎える歴史、ある、中学校。2021年現在の生徒数は654名となっている。人気の校区。歴史は古く、地元に密着した学校。制服は、基本、男子は爪襟、女子はセーラー服。 教育熱心な家庭、上品でおとなしい生徒が多く、教員も本来の教育業務に集中しやすい環境下にある。奈中、紅葉中学などの有名私立中学に進学した子供が多いため、学力は全国トップクラスには及ばないが、毎年、兵庫県立神戸高等学校、兵庫県立三影高等学校など偏差値の高い高校への進学者も多い。 2005年8月2日、淡路島で行われていた、同行柔道部合宿において、練習で体調不良を訴えていた、男子部員が指導員らの暴行を受け、その後、宿泊施設内の浴室脱衣所にて混沌、翌3日未明に死亡。津波師署は、障害致死容疑で関係者から事情聴取した結果、熱中症による急性心不全と判明。2006年12月、 顧問臨時講師と副顧問臨時講師を業務上過失致死容疑で書類送検。2008年3月12日、被害生徒の遺族が学校側が注意義務を怠ったとして損害賠償を求め、神戸市を提訴。2010年5月19日、神戸地方裁判所は元顧問の過失を認定、また過失と死亡との因果関係も認定。神戸市、原告側とも控訴せず、 一新判決確定。一家参考の小学校区。ありがとうございます。